相撲において両力士が尊虚の姿勢から立ち上がって取り組みを開始する瞬間のことを立ち合いと言います。相撲は競技者同士の合意によって初めて競技が開始されるため、対戦形式のスポーツの中では極めて稀有な形態と言えます。今回はそんな相撲独特の立ち合いの中で起きた一触即発の出来事をご紹介します。2022年9月21日、前日まで5勝5敗の豊昇龍はこの日7勝3敗の関脇若隆景と対戦しました。前日まで7連勝の若隆景にとっては勝ち越しがかかる一番でしたが、気合が入りすぎたのか立ち合いで早く立ってしまい、行司から待ったをかけられました。相撲の取り組みで立ち合い後に呼吸が合わずに待ったをかけられるのはよくあることです。今回もそのうちの一つであったはずですが、この後の光景は想像しがたいものでした。厳しい形相。若隆景と対戦した豊昇龍は立ち合いで突っかけて待ったをかけられた相手を眉間にシワを寄せた厳しい表情で凝視、眼を飛ばすなどの表現が正しいのでしょうか。とにかく鬼のような形相で若隆景を睨みつけたことから、よほど気に食わないことがうかがえます。この時豊昇龍側の仕切り線付近まで踏み込んでいた若隆景はブレーキをかけつつ豊昇龍の肩を両手でポンと叩いた後、ごめんごめんと言わんばかりに右手で軽く手刀を切りました。続けて正面土俵下の勝負審判にも頭を下げて自身の仕切り線まで戻っていきました。この一連の行動に特に妙な動きや失礼な態度は見受けられません。むしろ反省し謝罪の念が伝わります。ただ豊昇龍はこの若隆景の突っかけが気に食わなかったのか、首をわずかに左方向に傾けながら厳しい表情で若隆景を睨みつけたのです。 NHK 中継の実況も豊昇龍の表情の変化を感じ取ったのか、厳しい表情に変わっています豊昇龍と伝えていました。この豊昇龍の表情を受け、ネット上などでは内心ブチギレてないかなどといった驚きの声が寄せられました。相撲の取り組みではお互い呼吸が合わず立ち合いが不成立となること自体は珍しくありません。しかし相手に揺さぶりをかける意味でわざと先に立ったり、立った勢いのまま相手を不必要に押したりといったグレーな戦法を繰り出す力士が稀にいます。言ってしまえば報復のような戦法を取る力士がごく稀にいるということです。今回の若隆景は先に立ってしまったもののすぐに止まり謝罪の意も示していたのですが、豊昇龍側から故意にやったのではと捉えられてしまったのかもしれません。他の力士なら気に留めなかったのかもしれませんが、朝青龍を叔父に持つ豊昇龍はもともと気性が荒い面があり、その受け継いだちがこの場面で出てしまったのではないかという声もありました。この後2度目の立ち合いは成立したものの、若隆景に当たり負けてあっという間に押し出されてしまった豊昇龍。取り組み後も一礼を行う際に下がりという回しに挟み込む紐状の装飾品を力任せに引き抜くなど苛立った様子を見せていました。ただこの時の豊昇龍の気持ちもわかる気がします。気合が入っていたところこのような形で待ったをかけられ、気合をそがれてしまった感は否めません。ですが仮に故意だとして、それも駆け引きのうちといえばその通りです。若隆景側からすればまさに術中にはめたことになりますが、今回の若隆景の様子を見ていると故意ではないように見受けられます。お互いの気合がぶつかる中での立ち合いのミスがやはり今回のポイントではないでしょうか。しかしながら過去には立ち合いミスから険悪な取り組みになってしまったこともあります。それは白鵬と稀勢の里の一番でした。白鵬との比較。今回の若隆景と豊昇龍の取り組みの後、ネット上には明らかに不満がにじんだ表情に驚く声が上がりましたが、中には白鵬よりはマシといった声も少なからず見られました。相撲の取り組みでは立ち合いで突っかけてしまった力士に対し、突っかけられた側の力士が不満の表情を浮かべることが時折あることは先ほどもご紹介した通りです。しかしそこからさらにアクションを起こすことはほとんどありません。ただ一部から名が上がっている白鵬は現役時代突っかけをやり返して場内を騒然とさせたことがありました。騒動が起こったのは2014年の春場所12日目、当時大関だった稀勢の里との取り組みでした。この時白鵬は前日まで初日から11連勝をマークしていましたが、当時現役の横綱だった日馬富士も同じく11連勝中だったことから負けられない一番でした。前日まで8勝3敗の稀勢の里も
全勝力士から白星を挙げることで優勝にかすかな望みをつなぎたい状況でした。その注目の一番は稀勢の里の突っかけで1度目の立ち合いが不成立となりました。白鵬はこれが気に食わなかったのか、2度目の立ち合いの際に手をつかないまま稀勢の里を凝視すると、今度は稀勢の里がそれを見て怒ったのか、手をつかずに白鵬を睨み返します。10秒ほど睨み合いが続いた結果、またしても立ち合いは不成立。これを見て場内がどよめく中、両力士は3度目の立ち合いに臨みましたが、ここで白鵬は先ほどの仕返しとばかりに稀勢の里に突っかけると、勢いのままぶちかましを仕掛けたのです。ぶちかましを食らった稀勢の里は転倒こそしませんでしたが、土俵下まで後退し、客席からは怒号とブーイングが起きました。紆余曲折を経た立ち合いは4度目でようやく成立しましたが、白鵬は腹の虫が収まらなかったのか、喉輪や顔面張り手など荒い取り口で終始圧倒。結果的に稀勢の里を押し倒しで下したものの、ネットでは批判の声が相次ぎました。立ち合いで大揉めした両者は、ファンだけでなく協会側からも問題視されてしまい、審判部が取り組み後に両名を呼び出して厳重注意を与えたと報じられました。また伊勢ヶ浜審判部長は、一番やっちゃいけない人間、横綱、大関はみんなの手本にならなきゃダメだ。それを3度もやってるようじゃ話にならない。と怒りのコメントを残しました。突っかけた相手に報復し、協会を激怒させるまでの事態を招いた白鵬。白鵬はその時より以前から、度重なるダメ押しなどで品格が問題視されていた分バッシングが強まった面もありましたが、豊昇龍も万が一やり返していたら同様の批判を浴びていたことはまず間違いないでしょう。力士の性格や気性は人間である以上多種多様です。それは時として批判や称賛の対象になることがあります。今回の豊昇龍についても過去の白鵬についても、外国人力士ならではのハングリーさや勝ち気な性格が災いしたのではないでしょうか。品格や伝統を重んじる相撲界では正々堂々こそ正義、勝っても負けても品のある取り組みが求められます。勝ちにこだわるのか見せ方にこだわるのか、目指す相撲は力士それぞれにあると思いますが、一ファンとしては良くも悪くも面白い取り組みを期待したいですね。